はい、こんばんは。いらっしゃいませ。ようこそボイスへ。はい、ではオーバーサーティー、ちょっとオープニングアクト的にさらっとさせていただきますので、ちょっとね、シオンさんとみっちゃんの前に歌うのはすごく緊張しておるわけでございますが、温かい目で最後まで見守ってやってください。さっきまでね、カウンターにいた2人がなんでこんなとこにおんねんって感じですけれども、というわけで、ね、少々オーダーストップとなりますので、もうビール飲みたかったら勝手に入れてください。ね、勝手に飲んでもうて、まあ、数だけ書いてもらったらね。そうね。うん、いいよね。うん。なんなら増やしといてもらう。あ、はい、そうですね。では1曲目はですね、ひととようさんの花水木をお届けしたいと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。諸事情がね、今日はね。あのシオンさんとみっちゃん、いつもあの洋楽のカバーを、ね、やってらっしゃるんでね、あのちょっと私らも洋楽に挑戦しようかなって一瞬思ったんですけど、それはちょっとあまりにも無謀やということで大クレームが来まして、ギターの人からね、うん、絶対無理やろっていう話で、じゃあここはもう日本の曲のカバー曲で聴いていただこうかなということで、今までこう、もともとはオーバーサーディカバー曲多いユニットなんですけど、まあどちらかというと昭和歌謡とかやることが多かったんですが、まあ今日はちょっと今までにやったことのない曲に挑戦的な感じなんで、まあ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 食べながらお話ししながら聴いてください。いいですか。はい、では花水木です。100年続きますように。
蝶々を追いかけて白い方を開けて母の日になれば水木の葉送ってください。また泣くでもいいよ、知らなくでもいいよ、ありがとうございます。緊張の1個目が終わりました。はい、はい、ね、前あのみっちゃんはねオーバーサーティー見ていただいたことがあるんですけど、前はほんまにねなんか賑やかな昭和歌謡、山本リンダとかね美空ひばりさんの曲を聞きたいどうしますという、じゃあ歌っちゃいますちょっとじゃあ、そうですね、これをちょっと次回にしてそうですかじゃ あのせっかくリクエストいただいたんで、そうですね、夏も近づいてきたんでどっち行きますかね。どっち行きますかねひばりさんとリンダさんとどちらが、うん、リンダさんで、はい、じゃあリンダさんということで、あ、そうまさかの昭和歌謡はい、ではだんだん、うん、分かってきたんですけど、はい、あの結構無茶振りをしますよね、うん、なんか さらっとねすごい涼しい顔でねはい、では、どうにも止まらないですね、はい、ちょっと音が違ったねうん、大きいね、うん、予定なかったのでデカめに音色それでいいんですか。悪い、わからん、もう行っちゃいましょう、じゃあ勢いで行っちゃいましょう、はい、ということで私はお話を続けなければいけないということでですね、そうそうだ、去年、え、去年じゃない、え、去年今年あの粉もん祭りね、あの新長田の方でお好み焼き屋さんがいっぱい並んだところでねなんか歌わせてもらったのが、多分それがみっちゃんに初めて見てもらった10月でしたっけ。あ、そっか、コナモンパーティー祭りでいただいた T シャツは私の大のお気に入りになっております。では行きますか、はい、噂を信じちゃいけないよ。
私の心はうぶんなのさ。いつでも楽しい夢を見て生きているのが好きなのさ。今夜は真っ赤なバラを抱き、奇妙のいいこと踊ろうか。それとも優しいあの人に熱い心をあげようか。ああ蝶になる、ああ花になる、恋した夜はあなた次第なの。ああ今夜だけ、ああ今夜だけ、もうどうにも止まらない。恋する気分が燃えてくる真夏の一日、カーニバル、しゃれて過ごしたいじゃない。ああ蝶になる、ああ花になる、恋した夜はあなた次第なの。ああ今夜だけ、ああ今夜だけ、もうどうにも止まらない。放送事故も起こりましたが、はい。まあこんなんなんです。これほんまはこんなんなんです。だからこうしっとり歌うとかであんまり慣れてないんでね、まあこれもいい経験をさせていただこうかなと思った日にやっぱりこの歌みたいなね、うん、まあ、めっちゃなんか小道具がね急に出てきてますけど。今度置いときます。見やすいところに。はい。じゃあ次どうしますか。次はまたしっとりとこちら。はい。ね、先日ボイスでね中島みゆきさんのカバーばっかりをするという中島みゆきナイトをやっていただいたわけですが、あれ面白いですね。ボイスでよくトリビュートライブ、そうそうそう、なんとかナイトみたいなやるんですけど、ね、うん、なんかほんまにね中島みゆきさんナイトはね。たくさんの中島みゆきさんでした。なんかもう声の出し方っていうか、ね、歌い方がね、うん、ほんまなんかやっぱり好きやから似てきはるんでしょう ね、 なんかね、うん、あのこう震え方が、ね、そうそう微妙なね、みんなコピーしてる、ね、そうそう、わすげえとか思って、中島みゆきだらけやとか思って、ミスチルの時はね、なんか桜井さんみたいな人いっぱいおるしね、やっぱミスチルの時は桜井さんみたいなこうっていうブレス
の、うん、なんかあんなをものすごく真似した人がね、面白いなコピーした人がねすごく出てくるんですけど、まあ、そこでね歌われていた曲で前からちょっと私いい曲だなと思って歌ってみたいなと思って今日は挑戦をしてみたいなと思いますね。まだいい、うん、あ飲んでてくださいよ、もうそんながっつり見ないで、はい。なぜ巡り会うのかを私たちは何も知らない、いつ巡り会うのかを私たちはいつも知らない、どこに中島みゆきさんの糸でした。これは初挑戦でしたね、はい、はい。なんか今思いついてんけど、はい、あのせっかく今日初めてお会いするお客様も来ていただいてるんで、まあ、オーバーサーティーじゃないですか、はい、で、あの、まあ、メグと秀樹でやってるわけなんですが、まあ、せっかくなんでね秀樹さんにも歌っていただこうかなと。セットリストにはないんですが、ね、やっぱりこう今度いつお会いできるか分かんないしかもしれないし、すぐお会いできるかもしれないけど、それは今からのあなたの歌にかかっているということで。何も言ってないのになんかものすごい追い込まれてませんもん、なんか。ね、その、ね、まあ、カバーということで結構いろいろカバー、ね、得意なやつあるじゃないですか。
茶ぶりにもほどがあるね。今日俺歌わんつもりやったの。オーバーサーティーは一応秀樹さんもソロで活動されて弾き語りでね、で私はまあ楽器はできないんで、まあ2人であったりとか、他にピアノの方であったりとか、あとそうですね、女子3人でコーラスグループであったりとかもやってて、まあ別々に活動もしてるんですが、まあオバサティでも一応秀樹さんも時々ね歌ってもらってるんで、せっかくなんで言っときましょう。はい、どうぞ。君は絡まなくていいの？絡まないです。絡まない、ね、はい、絡まないです。 でカバーという縛り。そうです。ああそうですか。はい、私は横で水を飲んでおきます。そうなん。はい、じゃあね、じゃあですよ、ちょっとカバーといってもちょっと趣向が違うやつを僕はじゃあ言ってみたいと思います。今日本当はメグさっき外すって言ったんですけどその外すと言ってた曲を僕がやります。お手本かどうかわかんないですけどやります。実は音を聞いてね、音を聞いて、あ、そうやった、これ原曲12弦のエレキが入ってたんやとか思いながら、あ、なんかそれっぽいことをなんか音作ろうかなと思って作ったんですよ、さっきね。それもなんか無駄にしたくなかったので、ちょっとやりたいと思います。僕中学の頃からもう今今年で来月で45歳になるんですけど、中学の時はですね、すごくオフコースが大好きでして、まあ、あの頃はですね、周りに軟弱者だとか嫌われてたりとかね、なんか、したんですけども、オフコース女が聴くやつやみたいな、そんな、曲だったはずなのが、なんか今や小田さんがすごく市民権を得てですね、なんか戸惑うやら嬉しいやら、その曲を全く予定しなかった。ではなんか、CM ソングでもあるんですけど、言葉にできないっていう。Thank you.
それが悔しくて言葉にできない。はい、ありがとうございます。言葉にできないという歌でございました。お電話は大丈夫でした？なんかすごくないですか？すごいタイミングが良くないですか？ああ、僕が歌ってて。そうそう、私すごいね。私すごい、なんかタイミング読んだかのようにね、こう秀樹さんに歌ってもらったら電話が鳴るという。そうね、ね、私歌ってたら電話取られへんかったもん。そうだね、うん、まあそんなこんなでね、まあ、今日カバー曲をいろいろしようと思ってその歌詞とかね調べたりするじゃないですか。で、私あのアナログの人なんで、あのパソコンとあんまり仲良くできないんですよ。で、あのプリントアウトとかねそういうこともあんまりできない人なんで、もう歌詞は全部見て手書きで写すんですよ。で、その時にこう1曲目2曲目ってこう書いてたら、後でハッて気がついて、あ、全部の今日歌う曲全部にこう夢っていうワードが出てくるっていうことに気がつきましてですね、なんか面白いチョイスをしたかなと自分でちょっとにんまりしてたんですけどね。そんなことで、次の曲はですね、もうまさに夢ということで、
夢伝説ってご存知ですか。スターダストレビューさんの曲ですね。私大好きなんですよね。そうだね、うん、昔何やろ、カップヌードルかなんかの CM で使われてたのかな。あ、そう、知らん、知らない。あ、九州は違うかったんかな、わかんない。カップヌードルといえば僕は尾崎豊さんの CM。そうそう、だからカバーね、こう振ったじゃないですか。絶対尾崎さんをやると思ってたんですよ。尾崎さんってなんか尾崎豊さんをやると思ってたら、いきなり小田さんやったからね、ちょっとびっくりしてるけど。うん、いや、まあ、もうね、僕にね、尾崎のこう何ネタが被りすぎ、なんかもう、あ、俺といえば尾崎やろみたいな感じになってるじゃん。なんか尾崎歌ったらね、なんか降臨したかのような。だから逆に何歌っても尾崎って言われるね、悲しい運命を背負ってるよね。いや、だからこそ僕はさっき言葉にできないよね、尾崎っぽくなく歌ったわけです、でしょ。でも小田さんっぽくもなかったよ。嘘。残念なお知らせやけど、もっと小田さんは多分もっとスーッとこう清涼飲料のようにスーッと。いや、俺も清涼飲料。いや、なんかちょっと油混じってた。油。おかしいなぁ。ね、男性曲続けてちょっとスターダストレビュー行ってみましょうよ。はい、はい、なんかまだ言いたかった。いや、いいです、いいですよ、いきますよ、はい、はい、遠い昔のことさ、夢で見たんだ、燃える空に包まれて光る大地の中を駆け巡る時、君は迷子に来たの。
皆さんご存知でしたか。この曲は聞いたことあるって感じでしょ。スターダストレビューさんの曲なんですよね。はいはい、これをね、僕らは好きなんですけど、好きなんですけど、いや、これをまあ、宴会チックになった時にこう、チキンジョージとかでね、たまにやる機会があったりとかするんですけど、ね、そうなんですね、新年会でお前らなんか出し物やれとか言われて、はいって言われてやるんですけど、あそこのね、また経営陣でね、すごくスターダストレビューが好きな人がいましてこれやるとね、対抗意識もあるんですよ。 俺もお前、かなめちゃんとお前結構通過やねんぞみたいな話になってる、なんで対抗してくるの分からへんね。うちら純粋に好きなだけやからね別にモノマネしようとか思ってへんし ね、昔なんかかなめさんを拉致ったこともあるし拉致で飲み連れて行ったね、ぜひうちに連れてきていただきたいなと思いますが、はい、そんなこんなでカバー曲ね、結構ゆっくり聴いていただいたわけでございますが、まあ、せっかくなんでね、最後、次で最後の曲ですが、最後の曲はまあ、オリジナル曲もちょっと一曲聴いていただこうかなと思いましてですね、まあまあ、チラッとだけチラッとだけ、まあ、こんな CD なんかもあったりなんかして、1枚500円だったりなんかして、はい、あるわけでございます。今年の4月に発売いたしました。はい、ではでは聴いてください。最後の曲です。ワイリーバードです。高く高く飛べるように、まだまだ小さい羽だけど、高く高く飛んでみせるよ、いつかでっかい翼になるよ、キラキラしながら待っててね。疲れちゃったとき、外ドアを開けたら手を振って、そう待っててくれる。前に進めずつと立ち止まっていたら、少し意地悪いってそっと背中押してくる。強くなれるパワーをもらいに行きたいよ。出会ってから今日まで途中と雪分けてくれてる、きっとみんな同じだよ、あの子だってほらあの人だって、たくさんの涙迷い染み込んだ泊まりよ、ピカピカ磨いて今日もみんな元気に心の中をワクワクプロペラ回して、今夜君に会いに行くよ、笑顔になれる強くなれるパワーをもらいに行くからね。高く高く飛べるように、まだまだ小さい羽だけど、高く高く飛んでみせ、でっかい翼になるよ、キラキラしながら待っててね。
笑ってありがとうって言うから、キラキラしながら待っててね。今日はどうもありがとうございました。次はしおとみちゃんです。最後まで楽しんでください。もうビール空いてますね。すぐ切れますんで、もう少々お待ちください。しながら待っててね。ありがとうございました。オーバーサーティーでした。I know you like it, but do you feel it? You gotta get your dance on. I said, get your dance on. Now
a beep 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 tom the tom tom when the jungle shadows fall. Like a tit tit tock of the stately clock as you're standing against the wall. Like a drip 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 on the raindrops when the summer showers through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. Stately clock as you're standing against the wall. Like a drip, drip, drip of the raindrops when the summer showers through. So a voice within me keeps repeating you, you, you. ありがとうございます。ファーストステージではね、私リンダさんのあれ何でしたっけ曲どうにも止まらない、もうすごい衝撃的で、あれとっても良かったです。楽しいですね。そうですね、めっちゃ私たちもあんな歌を歌えたらいいんですけど、聞きたい、しおんちゃんのねえ、しおんちゃんの聞きたい踊り狂っていやすごい素敵でした。メルさんの声質となんかすごいちょっとこう躍動的な、音楽がとっても合ってらして、すごい素敵だなと思ってね、感動しましたけれども、シオンとみっちゃん、セカンドステージ始めさせていただきたいと思います。1曲目はね、ナイランデイという曲をお届けしました。昼も夜もどこでも私はあなたのことを思っていますという歌なんですけれどもね、バースっていうその Like a tick 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 それなんですけど、そこがバースっていうんですけどもね、その部分がとっても好きで、今ね気に入ってイントロとねアウトロに使っています。みーちゃんにもお願いしてね、そんな風に、はい、弾いていただいてるんですけどもね。
でね、次はあの最近これあの、車のコマーシャルに出てますよね。そうそうそう、あの、はい、何でしたっけね、車ちょっと車は思い出せない。何の車かわからないんですけどね。あの元々はね、あのイタリアのポップスなんです。クアンドクアンドクアンドというあの曲なんですけれどもね、あのクアンドっていうのはいつ、when っていう英語の when っていうあの意味なんですけれどもね、いついついつっていうタイトルなんですけどもね、いつあなたは僕のものになるの、いつ大好きって言ってもらえるのっていうね、あのもう待てないよっていうね、あのそんな本当にこうイタリアらしいね、あの恋の歌なんですけどもね。でクアンドクアンドクアンドのところだけイタリア語 で残っていて、あとは英語なんですけどもね、あのコマーシャルでね今本当にあの旬に流れてますのでね、お届けしたいと思います。クアンドをお届けしました。あの YouTube でねいろいろ検索すると本当にこの曲のいろんな方が歌ってらっしゃるんです。であの韓国のウィンタープレイっていうね、あのとっても美しい女性がね凛としてらしてね、あのボッサ風にもっとゆったりしてあの歌ってらっしゃるのもあって、またねそれもしっとりとしてとっても素敵なので、あの一度ご覧いただけたらなと思いますけれども、そんな、感動感動感動をお届けしました。では次は、これどうしようか、じゃあ引くようで次はね、あのスティングの、これはポリスですかね、ポリスかな、ポリスの時代になるのかな、イングリッシュマイニューヨークという曲をお届けします。
あのクエンティン・クリスプというね実在の男性を、男性というかこの方はゲイなんですけれどもね、で今ですとね、カミングアウトしてもね、あの方もそうなのかって別にね、あのキーの目で見られることもない今はいい時代ですけれども、昔はやっぱりあの好奇の目にさられて、やっぱりあの偏見の目で見られて、でそんな時にこのクエンティン・クリスプさんはあのカミングアウトしてアメリカに渡ったイギリス人なんですけどもね、でスティングはこの方にあのメッセージを送ってるんです、この曲の中 で誰が何と言おうと自分自身自分らしくあってほしいっていうことをね、あの Be yourself no matter what they say、 あのここの部分が一番この歌の大切なところだと思うんですけどもね、みーちゃんも私もシオンとみっちゃんもあの私たちらしく、みーちゃんらしく、私らしく、あのなんか凛として生きていきたいですよ ね。で私たちらしいっていうか私たちにしか出せないあの音楽っていうものをねお届けできたらなって、そんな風に思います。じゃあイングリッシュマイニューをお届けします。More than license for a gun. Confront to enemies, avoid them where you can. Gentleman, we walk, man, never run. Manners make men, as someone said. He the hero of the day. Takes a matter, suffer ignorance, a smile, be yourself, no matter what they say.I'm a regal alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm a alien, I'm a regal alien, I'm an Englishman in New York. Oh,
Marigal, Eddie, and I'm an Englishman in New York. Oh, I'm a Elia. I'm a Riga, Eddie, and I'm an Englishman in New ありがとうございます。次もあのこれも、Don't Know Why という、グラミー賞を総なめにしました、ノラ・ジョーンズの曲を、お届けしたいと思います。みーちゃんもなんかおしゃべりしてください。皆さんこんばんは。今日はボイスにお越しいただきましてありがとうございます。はい、何しゃべろう。じゃあこの辺でちょっとあのブレイクタイムで、告知など、あ、はいはい、宣伝をさせていただきたい、はいはい。7月はしおんとみっちゃんは、はい、今日のボイスさんだけで、はい、来月ありますね、はい。来月は8月の22日にあのこちらのちょっともう少し上上がったところでね、ホリーズさんというところでね、はい、たっぷりと2ステージ、3ステージです。あ、そう、たっぷりと3ステージでした。そう、すごい曲数になるんでしょうね、いつもね。そう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 、歌います。はい、そして、はい、いいです。みーちゃんどうぞ、はい、どうぞ。はい、来月のボイスさんは、私が弾き語り、はい、クプドクエル、はい、いつものサックスと、はいはい、刈谷さんとさせていただきます、はい。8月の31日の金曜日がボイスさんです。はい、はい、で、あとじゃあ、はい、ね、今月ね、あの珍しいんですけどもね、うん、7月の27日に、はい、中ッションで初めてここで出させていただきます、うん。はい、そしてね、アンウィッシュさんっていうね、同じギターとボーカルの女性なんですけども、ね、ギターは男性の方です。一度皆さんね、彼女たちね、もう素晴らしいんです。素晴らしい実力の持ち主なんですけど、なかなかね、ライブはなさらないんです。月に1本ぐらいなんでしょうか。 YouTube で一度ご覧になってみてください。もうマイケル・ジャクソンのスリラーなんていうのね、ちょっと鳥肌ものなんですけれどもね。ですから、皆さん、アンウィッシュさんというと結構全国でご存知の方多いんです。 YouTube をご覧になって、で、私たち中市をね、時々今までもね、何回かご一緒させていただいたんですけども、今度ね、こちらでツーマンでさせていただきますのでね、7月の27日ぜひぜひね、今から手帳にメモしておいていただきたいと思います。で、そして8月の11日はね、中市ションで須磨の水族館でね、大きなの水族館の前で歌わせていただきますので、また水族館のホームページでチェックしていただきたいなと思います。それぐらいでしたでしょうかね。もう一つ、はい、それが、はい、来月の8月の18日、はい、JR の甲子園口のアンクルジャムさんで、はい、いつも最近は2人でやってるんですけど、はい、4人揃う、あ、クープドクエルさん、4人で揃う、ね、そうですね、はい、年末にライブをしてですね、はい、8ヶ月ぶりでようやく、はい、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、今ドラムのポンタンが、はい、東京に転勤になってしまってるので、はい、はいはい、それが帰ってくるので8月の18日はアンクルジャムにお越しいただきたいと思います。はい、そちらの方もね、ぜひぜひ皆さんメモ帳にね、チェックしていただきたいなと思います。はい、はい、ではちょっと告知が済んだところで、はい、どの愛を、お届けしたいと思います。Thank you.
ございます。どんの場合をお届けしました。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kamna-san. Happy birthday to you. 今日ボイスにお越しくださいましてありがとうございました。お誕生日おめでとうございます。はい、良い1年になりますように。ちょっと1日ね、1日だけ早いんです。おめでとうございます。おめでとうございます。あのみちゃんが今日ね、お誕生、はい、あの明日お誕生日なのでちょっと途中でお誕生日の歌をとおっしゃって、あのおめでとうございます。おめでとうございます。今日はたくさん飲んでください。茶そばも美味しいです。あの今日必ず終わったら、はい、ビールと茶そばとピクルスをいただきます。秀樹さん、よろしくお願いします。置いといてください。秀樹さんの PA 終わったらね、うん、もうダッシュで中に入られないといけないね、はい、お忙しいですね。
めちゃめちゃ美味しいですよ、茶そば。私召し上がられました。私まだなんです。はい、え、まだ食べてない。うん、ですか。うん、私この間録画、違う、あの時この間にちょっと3日ぐらい空いて続いたんです、ボイスさん、はいはい、みっちゃんと中しおん、あ、違う違うみっちゃんとしおんね、しおんとみっちゃん、しおんとみっちゃんで、クープドクエル、うん、はい、2日とも食べました。あ、そうなんだ、はい、それぐらいお気に入りなんですね。そうなんです。ではね、そんなにおすすめのね、はい、私も後で楽しみに、いただきたいと思います。で次はね、あのマルーン5のサンデーモーニングという曲をお届けします。あの日曜日だ、君とどこかへ出かけようっていうね、とってもこれもそういえば車のコマーシャルでしたっけ ね、あの使われてたと思います。とってもいい曲です。お届けします。これとってもでも楽しい曲ですよね。あ、本当に楽しい。なんかね、みっちゃん緊張するんですか？弾いてる時は大丈夫です。弾く前は緊張します。あ、そうなんだ。みっちゃんも緊張する時あるんですか？私ね、昔からね、緊張してないように見られるんですけど、はい、最近は大丈夫ですけど、昔は結構内心ドキドキなんですけど、うん、でも私ももうここ出てるんじゃないかなって思うぐらいこう、うん、胸が苦しい。なんかね、ポワーンとした顔をするらしく、はい、なんか全然緊張しない、なんかこう緊張感のない顔。いや、そういう意味じゃなくて、もうなんかこう何でも弾けちゃうし
なんかそんな緊張する時なんてそうないかな、はい、あの音楽もそうですけど、あの子供の時だったらピアノの発表会、ああそういうのはねすごい緊張するんですけど、あとリレーのスタート私走る、あのあそれ分かります、足速かったんですよ、ああ速かったんだ、でいつもリレーの選手ってね、はい、あのこう選ばれますよね、はい、で必ず選ばれるんですけどめちゃめちゃ緊張します、ああそうなんだ、はい、人数少ない時ってこうスタート、ね、4人ぐらいで走る時って結構スタートで走るんですが、スタートの時ってすごい緊張します、はい、ですよね、バトンもらうよりはね、アンカーは結構気が楽じゃないですか、本当にもう出るんじゃないかって思うくらい、そうなんだ、ね、経験ございますよね、ありますよね、皆さんね、何のところか ね、そんな感じで、そんな感じ、最近は緊張してるように見られないみちゃんですでもあのとってもね、あの楽しく弾いてくれますのでね、はい、みーちゃんのピアノで歌うのは特にこんな歌はあのノリノリになっていいです ね、はい、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、次は、先ほどね、あのナカションというユニットの名前が出ましたけれどもね、そ の、 あのユニットの、オリジナルをお届けします、普段はあのギターで歌ってますけれどもね、今日はみーちゃんのピアノでお届けします、愛してる、住み慣れたこの街、明日には出て「あなたとの思い出」「詰まってるこの街」「愛してる愛してる」「こんなにも思っても」愛してる
とうございます、またねもちろんねオリジナルのギターの音もいいのですけれども、またみーちゃんにね弾いていただくこのピアノもとってもよくて、また一度ねナカションのオリジナルのその愛してる今日の聞いてちょっと良かったなって思ったらねナカションのライブにもね足を運びいただけたらなと思います。今日はねオーバーサーティー秀樹さんとメグさんの、私はちょっと最初秀樹さんとメグさんがメンバーっていうのを知らなくて、はいはい、こちらのお店に伺って初めて聞いてちょっとびっくりしたんですけどもね、今日はツーマンライブということでねとっても楽しかったです。秀樹さんとメグさんが演奏されるのはもうずいぶん前から知ってましたけれどもね、初めてねちょっとお二人のサウンドを聞かせていただいてね、オフコースの言葉、あれいいですよね、曲もコマーシャルに使われてましたけれどもね、でも何しろメグさんのにそう、あれが本当素晴らしかった。それと最後のオリジナルですか、小さな翼花羽でしたっけ、でしたけど必ず大きくして飛び立つからって、とても歌詞もね素敵だなって思いました。ルアシオンとミッチャンね、今日最後の曲になります。ジャズのスタンダードナンバーですけどもね、サマータイムという、皆さんね必ず一度は耳になさったことがあると思います。それをお届けします。今日はありがとうございました。Your dad is rich and your mom is
looking. So hush, little baby, don't you cry. One all this morning, you're going to rise up singing. Then you will spread your wings and take the sky. Daddy and mommy standing by. ありがとうございました。しおんとみっちゃんでした。ありがとうございます。あ、ではお姉さんもね、手がね痛いと思いますので、ね、もうあの吐けないでこのまま座らせていただいて、じゃあ一曲、一曲、じゃあちゃんと、じゃあ、あの East of the Sun, West of the Moon というね、あの曲をお届けします。アンコールまで頂戴してありがとうございます。太陽の東、月の西にいつか二人の家を建てるのが私の夢。星空の向こうの側では命のハーモニーが素敵な調べに変わっていく。あなたと私だけの世界、いつまでもそんな素敵な場所で共にずっと暮らしていきましょうという曲です。
Loving or die will keep it that way. Up among the stars we find a harmony of life to a lovely tune. East of the sun, west of the moon, dear. East of the sun and west of the moon, dear. East of the sun and west of the moon. ありがとうございました。しおんとみちゃんでした。